まずは政権中段突き、拳をしっかりと入り込んで政権を作ったら、打ち手引き手に取り、前後の手を素早く入れ替え、相手の仲間の中水落ちを力強く打っていきましょう。次は政権上段突き、狙うべきは相手の鼻と口の間にあるここ陣中という急所です。陣中を政権で打ち抜いていきます。次は正拳顎打ち、ガードに拳を置いたら前にいる相手の顎の位置を打ち抜き、そして素早く元の形に戻していきます。肩を前に入れ込んで元に戻します。裏剣顔面打ち、手の甲の部分裏剣で前に相手の顔面の位置を打ち抜いていきます。手首を返しスナップを作り打ち抜き、そして元の形に素早く戻します。次は裏剣左右打ち、横方向に相手を確認し、ここも肘を固定し、そこから先、肘先のスナップを使って相手の場面を打ち抜いていきます。肘抜いて合わせて次は裏剣膝落ち、横の相手もしくは斜め後ろにいる相手に向かってお腹の位置を打ち付け戻します。上の手で打って打たせました。上の手で打って打たせました。上から降ってくる攻撃を跳ねのけるようにして上げていきます。顔前で一応バッテンを作り上に跳ね上げ、体の回旋半身を切りながら動作を行っていきましょう。
相手がついてくる、相手が前蹴りを打ってくる、それを横から体の回転とともに跳ねのけるようにして受けていきます。さっきやった内受けと今やった下段払い、この2つを組み合わせながら上下方向に距離を描いていきます。肘と肘を一度寄せ合い、外に跳ねのけるようにして、まっすぐ、主刀を内打ち、一度自分の顔を覆い隠し、前後の手を入れ替えるように相手の首元を切るように打ち抜いていきます。